今日は水曜日ですが、出演日が安定しないこちらの方の登場です。映画パーソナリティ、ことぶきつかささんです。ことぶきさん、おはようございます。水曜日の男、ことぶきつかさです。よろしくお願いいたします。先週はね、金曜日に出演したかと思いきや、中4日での再登板、早いですね。いや、これはテラちゃんね、おはようテラちゃん、いや文化放送からの期待の表れなのかなと。ああ。やっぱりこう、感覚がね、こう、迫ってくる、要は出演がこう、増えてくるってことは、はい、まあ、帯っていうね、未来が見えてきてるかなと思ってますけどね。あ、まあ、このままね、二軍落ちしないように気をつけてくださいね。どういうことなんですか。いやいや、今この後に及んで二軍落ちってレギュラー外されるってことでしょ。いや、まあそういうことになりますか。何年目なんですか、僕出演させてもらって。いや、今ね、結構おはよう寺ちゃんはひしめき合ってますから、いろんな人材が。いや、確かにね、聞いてるとですよ、はい、海外からのね、そうです、いろんな方がちょっとこの出演されてるじゃないですか、はい、いや、こっち生え抜きですから、ある種。そう、でもね、今回中4日ですから、これはもう期待されてるってことですからね。まあ、もしくはね、穴埋めっていう感覚も、ね、いや、そうじゃないですよ。そうじゃないと思いますよ。さて、ことぶきさん、まあまあまあ、はい、映画館が今ね、困ったことになってまして。そうなんですよね。今回のね、緊急事態宣言の延長で、東京都イベント会場などの収容人数、無観客から 50% かつ5000人以下にこう緩めたんですよね、はいはい、でそれに従って劇場、演芸場は今日から収容人数が 50% かつ5000人以下であれば営業が可能になりました、はい、ただなぜか比較的大きな映画館というのは引き続き営業できない、この休業要請の対象となってますよね。うん、これについてですね、まずはことぶきさん、一言、勝つかあっぱれかお願いします。いいですね。いや、ちょっと待ってください。いいですよ。今なんかものすごい冴え渡った感じがしました。勝つが、冴え渡るも何も、一言、勝つかあっぱれって、あっぱれ言うわけないでしょ、この件に関して。そういうことか、今回のこの件に関してはね、映画館は営業できない、まあ、いわゆる休業要請の対象だと。そうですね。でね、人の流れを止めるっていうふうに、まあ、政府はおっしゃってるじゃないですか、はい、もう十分理解できますよ、でしかもね、あんま文句ばっか言わず、例えばコロナって未知のものですから、対応がごたごたしてるところだって僕はある程度理解できますよ、はい、だって分かんないんだから、けど基準としてね、劇場や演芸場、寄席はいいけれども映画館はダメって言われちゃうと、はい、かなり厳しいなっていう風な印象ですけどね、ただね、これ映画館でクラスターが発生したという事例は聞きませんよね。いや、ないんですよ。ないのか、はい。でね、これは実証も行われておりますけれども、ちょっと映画館って、まあ、暗いし、はい、密閉空間だと、はあ、ちょっとイメージ的にね、あるとは思うんですけれども、まあ、映画館内における空気の流れを可視化する実証実験行われてるんですが、20分で映画館の館内の空気を完全に入れ代わり、まあ、映画館が高い換気能力を有していることはもう科学的に証明されている。しかもクラスターは一度も起きてない、はい、観客は喋らない、はい、基本的に飲食は NG にしているだとか、はい、様々な工夫を凝らした1年間だったにもかかわらず、映画館は休業要請だよと。しかも、はい、政府が、まあ、指示をしたならば、休業要請とともに補償じゃないかということになると思うんですけれども、そうですね、まあ、大手のシネコン系に関しては、まあ、1日20万円の補償があると言われてますが、いわゆるミニシアター系に関しては、1日この2万円の補償って言われてるんですね。この2万円の補償だったらば、正直、家賃もままならないわけですよ。はい、そこに働く人のお給金だって払えないわけじゃないですか。これはちょっとバランスが悪いなと僕は思ってますけどね、はい、さて、ことぶきさんとしてはですね、映画界代表して今後国に対してどういった行動に出ようと思ってますか。いや、ちょっと映画館を代表とかちょっと行動ってなるとね、ちょっと話大きくなっちゃいますけれど、いや、だって他の人行かないんだったらことぶきさん行った方がいいんじゃないですか。いやいや、だからまあ、休業要請、いや、どう、寄せとどう違うんだとか、いう明確な答えがないじゃないですか。はい。
だったら、まあ、映画館に携わる方々の声が小さいと、政治家の方々は動いてくれないのかなんていうことになり、まあ、SNS も含めて、まあ、ある程度の抗議運動みたいなものもありますけれども、もし自粛を要請するならば、はい、まあ、それはそれなりの保証みたいなものもないと、やはり困る方々は多いなっていうのが僕の印象ですけどね。そうですよね。ちなみに寿さん、はい、日本最大のスクリーンを持つ映画館ってどこの映画館かご存知です？どこの映画館、はい、あと単館でこの映画館ってことですか？そういうことですね。それはもう、もう有楽町でしょ。はあ。いや、でも今シネコンがあるからどうなのかな、ちょっとお願いします。あ、お願い、ちょっと待ってください。最初なんか有楽町でゴンと来たんだけど、なんか私が本来はね、もうずっと有楽町なんですよ、そこはもちろん。えなさんお願いします。私ね、はい、池袋のですね、はい、グランドシネマサンシャインだそうです。あー、超えたんですね、多分ね。ちなみにグランドシネマサンシャインの IMAX シアタースクリーンというのは、うん、縦横のこの最大値がドーンとあるんですけども、はい、縦がですね、はい、18.910メートル、うん、だからまあ大体19メーター近くですよね、はいはいはい、横が 25.849 メートル。はー、25メータープール、小学校の25メータープールくらいはあるぞみたいな感じですかね。そうか、ねえ、大きいなっていうか、今思い出しましたけども、多分プレオープン、はい、多分その池袋のスクリーン僕行ってますね、はい、あ、行きましたか、開かれる前にね、あのお試しというか、いや、すごい迫力でしたよ。そうですか、はい、なんか時すでに遅しみたいなね、あんまり大きく感じなかったからこそもう忘却の彼方行っちゃったんでしょ。違います。今スクリーンもね、大きくなってますから、なってますよね、それはね、はいはい。さて、そんな中、今朝寿さんが紹介してくれる映画何でしょう？今日紹介する作品は、おうちでも見られる映画ということで、ネットフリックス映画のマンクという作品を紹介したいと思います。あ、叫びは世界に4枚あるって言われてますよね。ムンクね、それ。あ、そっか、テラちゃん。え、ムンク。あ、ムンクか。叫び、はい、違う、マンク。あ、マンクか。毎回小ネタ挟むのやめてもらってもいいですか？いや、すいませんね。ムンクじゃなくマンクです。ちょっと説明したいんですけれども、はい、ソーシャルネットワークやゴーンガールの、まあ、記載なんて言われてますね。デビッド・フィンチャーがメガホンを取りました。オスカー俳優ですね、はい、ゲリー・オールドマンが不朽の名作市民権の脚本家ハーマー・ジェン・マンキュイッツを演じた、まあ、ネットフリックスのオリジナル映画なんですね、はい。で、この作品は、まあ、1930年代の、まあ、ハリウッドが舞台なんですが、まあ、脚本家であるマンクは、まあ、アルコール依存症に苦しみながら、新たな脚本、市民権の仕上げに、まあ、追われていたんですね。まあ、同作へのオマージュも散りばめつつ、まあ、マンクの視点から、まあ、名作誕生の壮絶な舞台裏を、まあ、描いてるんです、はい。まあ、この作品において非常に大きい点は、まあ、市民権という映画の価値なんですよね、まあ、歴史上たくさんの映画が公開されてきましたけれども、よくあるなんかこのベスト100みたいなランキングがありますけれど、はい、市民権という映画は本当にね、1位になるぐらい素晴らしい作品、評価されている作品なんですね。で、その市民権の、まあ、裏側を描いたというのがこの、まあ、マンクなんですけれども、はい、まあ、実はね、この作品、まあ、先日行われました第93回アカデミー賞では、計10部門で最多ノミネートされている。で、これどういうことかって考えなきゃいけないんですけれども、実はね、まあ、もちろん世界的にも、まあ、ネットフリックス映画として非常に人気が高いですが、はい、特にアメリカ、ハリウッドで働く映画人たちから評価されてるっていうことが言えると思うんですね、はい。で、どういうことかというと、先ほども言いました、まあ、市民権という不朽の名作の裏側を描いている点もありながら、はい、この作品は1930年代から40年代のこのハリウッドを描いてるわけなんですね。だから、まあ、ハリウッドで働く人たちからすれば、自分たちの歴史というね、意味合いが非常に強いと思うんです。
あとサイドストーリーとして非常に大事なのは、まあ、この作品はもともとジャック・フィンチャーという脚本家が物語を紡いでるんですが、この脚本家ジャック・フィンチャーの物語を映画化した、このジャック・フィンチャー、実はこのマンクの監督であるデビッド・フィンチャーのお父さんなんです。ほう。だ、要はデビッド・フィンチャーは自分のお父さんの意向をですね、だから最後に書いた物語、はい、非常にこれ映画化で動いてたんですけれども、なかなか難しく、ある種塩漬けされたんです。はあはあ。その自分の父親の意をデビッド・フィンチャー自身がメガホン取って作品化した、こういったサイドストーリーもハリウッド人からすると非常に評価されたという点が、まあ、あると思います、はい。まあ、アカデミー賞においては作品賞、監督賞、主演男優、助演男優、助演女優などのノミネートされた上で、撮影賞、美術賞、まあ、2部門受賞した非常に評価の高い作品、はい。ちょっと、白黒で、ね、内容難しいところもあるかもしれませんけれども、ハリウッドの創世記を描いたという点で評価できると思います。ネットフリックス映画マンク、ぜひ体験してみてください。ことぶきさん、映画マンク10点満点中何点？それでは8点でお願いします。今朝ことぶきさんが紹介してくれました映画マンクはネットフリックスで配信されている作品です。こちらご覧になりたい方はネットフリックスでご覧ください。ことぶきさん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。以上、ニュースピックアップことぶきシネマのコーナーでした。